はい、こんにちは。決まるアナウンサー、ゆうじにーにーでございます。お元気ですかと。<laughs> 今日は、この、見てください。感情移入の基礎。中村さん。これでやってみたいと思います。わかる <laughs> ね。中村さんっていうね、この一言だけで感情移入ができちゃう。他に応用も聞いちゃう。すごいですよね。これについて今日はやっていきたいと思います。 感情移入ですけれども原稿を読んでるだけじゃ感情移入ってのはできないんですよ。ね。じゃあどうしたらいいかっていうことね。僕も相当悩みました。いくら読んだって感情が入らない。棒読みになっちゃってる。ね。字面折ってるように聞こえてしまうっていうのが感情移入ができないってことなの。ね。そうするとじゃあ何かやんなきゃいけないだろうと。 いうことで出てきたのが、この中村さん。<laughs> すごいんだよ、これ。ね。じゃあ、早速やっていくけども。まあ、その前に、あの、ちょっとね、気に入ったら、このチャンネル登録ボタンをね、ポチッと押しといてください。お願いします。さあ、その感情移入。中村さんだけで感情移入になっちゃう。どういうことなのか。ね。原稿で中村さんって読んでも、感情移入はできないよね。 じゃあ、簡単なことをやってみましょう。このね、近くに、例えば自分の横に中村さんがいたらどうやって呼びますね中村さん。こうやって呼ぶでしょねそしたら原稿で読むときも中村さんじゃなくて、中村さん。原稿でもね、こうやって、きれいに感情が入るわけ。中村さん。中村さん。ね中村さん。 中村さんわかるでしょ違いが。じゃあもっと表現力をつけて、ね、感情移入をしましょうという時にはどうしたらいいか。これはね中村さんが10メートルぐらい先にいるそんな気持ちで中村さんって読んでみるんだよね。中村さんだけど中村さん今のは感情を入れないと。 中村さん。これじゃダメなんだよね。中村さんって呼ばないと、やっぱり感情が入らないとね、相手もね、聞こえてるか聞こえてないか分かんない。これをそのまんま原稿でやるわけ。中村さん。ね。これをボリュームをちょっと抑えれば、中村さん。これだけでも感情がね、入っちゃうよね。じゃあちょっとね、長めでやってみましょう。 中村さん、おはようございます。今日もよろしくお願いします、ね。普通に原稿を読んだら、中村さん、おはようございます。今日もよろしくお願いします。こうなるけれども、まあ、例えば2行だけね、中村さん、おはようございます。これを、ここにいる中村さんに言うときには、中村さん、おはようございます。中村さん、おはようございます。ね全然違うんだよね。 じゃあ、これを、さっき言ったね、10メートルぐらい遠くにいる中村さんに言ってみるときっていうのは、中村さん、おはようございます。こう言わないとダメ。中村さん、おはようございます。これじゃあね、全然相手に伝わらないから分かんないでしょ。だから、これを、中村さん、おはようございます。これをね、原稿で、中村さん、おはようございます。これをボリュームを下げて、普通のボリュームでね、 喋ってみる。中村さん、おはようございます。全然違うね。感情が入るとこういうふうに変わってくる。じゃあ、この産行でやってみましょう。中村さん、おはようございます。今日もよろしくお願いします。っていうのを、横にいる中村さんに言うときってどうやって言うか中村さん、おはようございます。今日もよろしくお願いします。中村さん、おはようございます。今日もよろしくお願いします。 感情が入ってるんだよね。で、もっと感情を入れたいときには、さっき言ったけど、10メートルぐらい先の中村さんに言うわけ。ね。中村さん、おはようございます。今日もよろしくお願いします。原稿で。中村さん、おはようございます。今日もよろしくお願いします。ボリュームを落として。中村さん、おはようございます。今日もよろしくお願いします。どうです これで感情が入るわけ。難しく考えない方がいい。中村さんだけでいい。中村さんだけで。で、ね、これで感情が入っちゃうっていうことなんだよね。じゃあ応用編やってみましょう。これね、中村さんが横にいて、中村さん、僕の話聞いてくださいよというふうに思いながら喋ってみる。ね、じゃあ、最初、原稿、字面を読みますからね。えー 生まれてしばらくしてから僕は家族と共に町へと引っ越したけれどいつも思い出すのは野山のことだった。全然感情入ってないね。<laughs> これをじゃあすぐ近くにいる中村さんね、その中村さんに僕の話聞いてくださいよ、ね。こういうふうに言ったというつもりでやってみましょう。そしたら中村さん、僕の話聞いてくださいよ。 生まれてしばらくしてから僕は家族と共に町へと引っ越したんだけど、いつも思い出すのは野山のことだったんですよ。うん。これだけでも感情がね、入ったということね。生まれてしばらくしてから僕は家族と共に町へと引っ越したんだけど、いつも思い出すのは野山のことだった。ね。これで感情が今、バッと入ったわけ。で、ここに、 もっと遠くにいる中村さんにこの話をすると。ね。中村さん、僕の話聞いてください。生まれてしばらくしてから僕は家族とともに町へと引っ越したんだけど、いつも思い出すのは野山のことだったんです。<laughs> こういうふうに言うと、ね。やっぱり感情がかなり入った。ね。で、それを今度、文章でボリュームだけを下げて読んでみる。ね。 そうすると、中村さん、僕の話聞いてください。生まれてしばらくしてから、僕は家族と共に町へと引っ越したけれど、いつも思い出すのは野山のことだった。ですよ。ね、こういう感じで読むと、感情が入る。簡単に入るようになるんだよね。中村さん、<laughs> この一言だけで、感情が入るとなったら、こんな嬉しいことないでしょ。 だから、まずね、今やったように、近くの中村さん、遠くの中村さん、これをね、しっかりと考えながら読んでいく。うん。それで応用をどん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 広げていくわけですね。で、そうなると、いつの間にかいろんな原稿を読んでも感情が入るようになっちゃう。逆に入らないのはおかしくなって、面白いでしょう。ねだからもう、今のやり方をね、 何回かやれば感情は入るんですよ。これが感情移入の基礎。中村さん、これを覚えておいてください。<music> まあ結局ね、一番感情が入りやすいのは、 普通に読んでても聞こえないようなところにいる人に向けて感情を入れて読む。つまり、遠くにいる人に対して原稿を読んでみる。そういう感覚を身につけるっていうことね。そうすると感情はいつの間にか入ります。ね。まだまだちょっとね、このね、あの、感情移入については他の動画でもちょっとやってるし、これからもちょっとね、気がついたらやっていこうと思ってます。 ね。だからまあ、チャンネル登録ボタンとか、高評価のボタンを押してもらえると嬉しいですね。本当にね。それからね、今、あの、私がやってる IAS、インターネットアナウンサースクール、ね。ここで無料のカウンセリングやってます。今日は2022年の7月。 5年後ぐらいにはやってないかもしれない <laughs>。今のうちに一回ね、無料でやってるカウンセリング申し込んでみてください。はい。まあ、下にねあの、URL 貼っておきますので、いつでもいいです。ね。できれば1ヶ月以内ぐらいがいいと思うけどね。いつまでやってるか分かんないから申し訳ない。はい。えー、ぜひね、このね、えー、無料のカウンセリング受けてみてくださいね。 はい、で、あの、コメント欄もあるんで、コメント欄になんか感想でもいいから書いてもらうと嬉しいんですよ。うん。その他にもね、もっと感情移入やるにはどうしたらいいと、まあ、応用編でもいいんでね、あの、リクエストくれるとこっちも頑張って作っていこうと思ってますからね。まあ、あの、コメント欄に何か一言書いてもらえれば嬉しいなというふうに思います。さあ、もうそろそろお別れの時間ですね。今日も本当見ていただきまして、ありがとうございました。お相手は。 気まぐれアナウンサー、ゆうじニにでした。それでは今日はこの辺で、さよなら。